百州武道具店の動画。今日の千本前半はその場でしないもなしで肩を意識して素振りをしてみましょう。鏡の真ん中にラインを引いて素振りの目標を作ります。このラインに沿って素振りを練習しましょう。じゃあ立ち上がって一緒に素振りをやりましょう。解説は素振りの途中で加えていきます。1、2、3。まずはゆっくりでもいいです。竹刀もいりません。その場で手と手を合わせて手刀を作り500本ゆっくり練習します。8、9、足も左右に肩幅ぐらいに広げたままで大丈夫です。2、3、4、5。素振りをするといつも右か左かに曲がってしまうという人、それは右と左の力の入れ具合が違うからです。この練習で鏡の真ん中のラインに沿ってまっすぐ振り下ろす練習をしましょう。3、4、5、6、7、8、9、30。手刀を振り上げるときには腕ではなく肩を使って振り上げるイメージです。肩を使うと背中の肩甲骨が寄る感覚があります。毎回毎回肩甲骨が動いてるかなと確認しながら肩を使って振り上げます。40、1、2、3、4、5、6、7、8、9、50、1。両手の手のひらはくっついてますか？3。この手を離してしまうとせっかく素振りをしているのに肩が使えていないことになります。必ず手はくっつけたまま大きく振りかぶってください。そうすると肩が使えて肩甲骨が寄ります。60、1、2、3、4、5、6、7、8、9、70、1、2、3、4。頭をフラフラしないようにしましょう。頭の位置はできるだけ固定させます。8、9、80、1、2、3。もうすぐ100本ですよ。頑張ってください。5、6、7、8、9、90、1、2、3、4、5、6、7、8、9、100。やりました。100本来ました。このまま続けます。2、3、4、5、6。何度も繰り返します。肩甲骨をぐっと内側に寄せるように肩を使って、肩の三角筋という大きな筋肉を使って腕ごと振り上げます。3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5。右手と左手の力のバランスはいかがでしょうか？
まっすぐ鏡の真ん中のラインに沿って、ストーが振り下ろしたり振りかぶったりできてるでしょうか。そろそろ疲れてませんか？疲れてくると顎が上がってきます。顎を引いて目はまっすぐ遠くを見るような目で、素振りを続けてください。1回1回を大事に限界まで肩を引き上げて肩甲骨を動かすイメージです。少し難しいですが、手刀を振り下ろすときには腕の下側の筋肉を使って振るようにします。80もうすぐ200回ですよ。頑張ってください。2、3、4、5、6、7、8、9、200。はい、200回いきました。頑張りました。続けます。頑張ります。ここでもう一度確認です。肩を使います。肩を使って腕を振り上げると背中の肩甲骨が動きます。これを毎回確認します。しつこいようですけれども、肩甲骨が動くような素振りをします。8、9、50、250回来ました。ここで折り返し地点です。だいぶ疲れてきました。でも大丈夫です。必ず終わりは来ますので、ゆっくり合わせてやってください。すみません、数を数え間違えました。本当は270ですが、このまま続けます。3、4、5、6、7、8、
8、9。目線は大丈夫ですか？違うところ見てないですか？まっすぐ前を向いたまま顎を引き、遠くを見るような目になります。10、80、1、2、3、4、5。手刀を振り下ろすときには釣り竿を投げるようなイメージで、できるだけ体の遠くを通るように振り下ろしてみてください。90、1、2、3、4、5、6、7、8、9、300。300です。やりました。もうちょっとです。頑張れ。3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3。両手はくっついてますか？これが離れると、せっかく素振りをやってるのにもったいないですよ。両手が離れると肩が使えなくなります。両手をくっつけてしっかり肩を動かしましょう。そうすると最大限の効果を得ることができます。2、3、4、5、6、7、8、9、20。また数え間違えました。本当は330ですけども、気にしないでね。肩を使って上から下に、上から下に大きく振ります。大きく振ります。9、30、1、2、3、4、5、6、7、8。疲れてきました。頭をフラフラしない、体をフラフラしない、ここが踏ん張りどころです。ここが踏ん張りどころですよ。必ずできます。10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、60。素振りが小さくなっていませんか？大きく肩を使って引き上げて、下ろすときには腕の下側の筋肉を使います。大きく振ります。大きく振ります。8、9、70、1、2、3、4、5、6、7、8、9。もうすぐ400です。今まさに剣道が上手になっている瞬間です。頑張ってください。5、6、7、8、9、90、1、2、3、4、5、6、7、8、9、400。やりました。400本。もうラストスパートです。先は見えました。このまま行きましょう。10、1、2、3、4。
ラストスパートです。最後、やっぱり肩を使って大きく振り上げる。大きく振り上げる。振り下ろすときには腕の下側を筋肉を使って釣り竿でも投げるかのように遠くを通るように振り下げます。そうすると肩が使えます。肩甲骨動いてますか？肩甲骨動いてますか？最後50本です。最後50本。ここまで来たらやりきりましょう。3、4、5、6、7、8、9、60、1、2、3、4、疲れてきました。いけます。いけます。顎を引いて、目はまっすぐ遠くを見るように一点を見つめてください。キョロキョロしないですよ。必ずできます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、80、普段素振りをやらない人、商談審査に向けて剣道の質を変えたい人、今が最高のチャンスです。今まさに上手になっています。もうすぐ500本です。頑張りましょう。9、10、1、2、3、4、5、4、6、3、7、2、8、1、はい、おまけの10本入ります。おまけの10本です。いけます。やれます。3、4、5、6、7、8、9、90、はい、もう1回おまけの10本です。おまけの10本いけます。必ずやれます。ラストスパートいけます。5、6、4、3、2、1、500本です。やりました。500本です。やりました。お疲れ様でした。すごい。ここまでが前半です。これから後半に入りますので体調を整えてください。後半も竹刀は使いません。手刀で行いますが、足と手を剣道の構えにします。次はさっき手刀をこうだったんですけど、今度こうします。こうします。右手を前に、で構え、まっすぐじゃなくて今度右足を前に、剣道の構えで連続してやらなくてもいいですよ。一回休んでもいいです。よし、行きます。足幅一つ、剣道の足作ります。膝が伸ばす、後ろ足下げる、人を作ります。今度右を前に作ります。行きます。1、2、3、右手を前、右足を前にした途端、まっすぐ振るのが難しくなります。8、9、10、1、2、右手の力を少し抜いてみてください。左手の肩、左側の肩を使って上下させるイメージです。8、9、
手にばっかり意識がいっていませんか？左足のかかとを浮かします。左足の膝の裏、しかがみ、これも伸ばします。体が前かがみになったり後ろに倒れたりしてませんか？右足と左足の体重バランスは半々、50対50です。ここで肩をもう一度意識してください。振り上げた時に肩甲骨が寄ってますか？肩甲骨が寄ってますか？すみません、また数を読み間違えました。このままいきます。だいぶ疲れてきたと思います。目線は大丈夫ですか？しっかり顎を引いてまっすぐ前を見てますか？遠くを見るような演算の目つけです。集中しましょう。もう一度集中しましょう。この1000本終わった後、肩を使って振り上げるということが分かるようになっているはずです。これから講談社を目指している方にお話したいんですけども、なぜ肩を使って振らないといけないかというと、上から乗るという打ちが肩を使わないとできないからです。いつまでたっても差し面のような面ばっかりやっていると講談社にはいけません。そこから上に行くためには面打ちの質を変えないといけません。上から乗って打つというような面、これこそが肩を使って打つ面なのです。引き続きできるだけ肩を大きく使った素振りを続けてください。肩を使える範囲が広がります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、6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 7、58
1、2、3、4、5、6、7、8、9、200。おめでとうございます。700本です。700本来ました。めちゃくちゃすごいです。頑張ってください。5、6、7、8、9、10。また数え間違えました。本当は720です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、40。また数え間違えました。僕も疲れてます。でも頑張ります。最後までやりましょう。あと少しです。10、9、50、1、2、3、4、5、6。ここまで振ってきた人だったら肩が最初よりもスムーズに動くようなイメージがあるかもしれません。このまま竹刀を持った時に竹刀と体が一体化するようなイメージで素振りができるように頑張りましょう。6、7、8、9、70、1、2、3、4、5、6、7、8、9、80、1。振りかぶるときに手首から動かすのではありません。手首から動かすと腕で振り上げています。背中から動かすイメージです。背中から動かすイメージで、振りかぶると肩が使えて竹刀と体が一体化します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、300。やりました。800です。800ですよ。すごいです。あと200。先が見えました。10、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7。打つ時のさえというのは手首だけで作られるものではありません。手首、肘、肩、これを使って鞭のようにしならせます。3、4、5、6、7、8、9、40、1、2、3。イメージしてください。背中、肩、肘、手首です。背中、肩、肘、手首、背中、肩、肘、手首という流れで竹刀を振ります。1、2、3、4、5、6、7。手のひらはきっちり合ってますか？右手と左手合わせてください。ここが緩むと肩が使えません。せっかく素振りをやってるのに手が離れてるだけで肩が使えなくなります。しっかり合わせてください。5、6、7、8、
9、60、また数え間違えました。本当は870です。このままいきます。3、4、5、6、7、8、9、70、1、2、3、左足のひかがみは伸びてますか？左足のかかとは上がってますか？疲れてくると左足のかかとがどうしてもついてしまいます。今が踏ん張りどころです。1、2、3、4、5、6、7、8、あと少しで900ですよ。9、あと少しで900。1、2、3、4、5、6、7、8、9、400。やりました。900です。ほんとすごいです。ほんとすごい。あと100本できます。必ずできます。5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、頭と体がフラフラしていませんか？頭と体がフラフラしていませんか？1、2、3、4、5、6、7、8、9、肩甲骨動いてますか？肩甲骨が内側に寄るようなイメージでしっかり肩を使って振り上げます。5、6、7、8、9、40、1、2、3、振り上げるときには手首から上げてはダメです。背中、肩、この辺りから先に動くようなイメージです。8、9、50、1、2、3、4、5、6、7、8、9、60、1、2、3、4、5、6、7、8、9、60、数の数え間違いは本当にすいません。970でした。3、4、5、6、7、8、9、70。前後の体重バランスは大丈夫ですか？もう一度見直してください。右足、左足、半分半分です。5、6、7、8、9、80、1、2、3、いよいよラストスパートです。肩を使って大きく大きく振ってください。遠くを通るようなイメージです。8、9、80。ごめんなさい、本当は990でした。僕も疲れてます。ごめんなさい。3、4、5、6、7、8、9、90、1、2、3、はい、ラストですよ、最後ですよ。やりきります、やりきります、力を出し切ります。5、6、7、8、9、90。はい、おまけの10回、おまけの10回、出し切ります、力を出し切ります。今まさに上達しています。5、6、7、8、9、3、2、1、
やりました1000本やりました。ほんとすごいです。やりきりました。終わった。足出て膝痛い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 膝が痛い。終わりました。もう鼻水とか汗とかすごいわ。痛い痛い膝が痛い膝が痛い。なぜか膝が痛い。なんかすがすがしいよね。これが1万本への最初の一歩、最初の1000本。今日は一緒に素振りやってくれてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。